うん。これはもうね、完成。完璧ですね。皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。お久しぶりでございます。ちょっと時間がね、空いてしまいまして申し訳ありません。そして、やっちまったー。またねー。止まらないよー。誰か止めてくれー。ということで今回はこちらをご紹介します。ついに我が家にも全宇宙最強最悪の敵がマスターピースでやってきました。ということで今回ご紹介するのはこちら、ホットトイズムービーマスターピース、アベンジャーズエンドゲームよりサノスです。イエーイ。画角に収まりきらないぐらいでかい。いやー、もういろいろフィギュアスとかでね、サノスあーだこうだ言ってますけどね、このホットトイズ版のサノスをね、思わずポチってしまいましたよ。サノスというキャラクターは本当に魅力的ですよね。僕はね、映画、ドラマ、漫画、小説、こういったね物語の中で重要なのは敵キャラクターがどれだけ魅力的かってことだと思うんですけどね、このサノスは本当に魅力がありますよね。なんでフィギュアーツに続きホットトイズも買ってしまったという次第でございます。お財布の中身が大変だけれども、開けて見ていきましょう。表はこんな感じでサノスの顔でしょ、横はこんな感じで、上にこのガントレットのサノスのマークでしょ、で下がアベンジャーズと、裏はいつもの注意書きなんか書いてますね。天面がこんな感じ、下はアベンジャーズエンドゲーム。はい、じゃあこのね外枠外していきますよ。はい、出たー。めちゃくちゃ綺麗。横は改めてこんな感じですね。後ろでは開けてブリスターの状態で見てみましょう。ブリスターは2段式になっていて、頭から見ていくと交換用の顔とヘルメット、そしてガントレットが2種類ありますね。これが付け替えができるのが大きい。鎧をまとった大きな体、こちら諸刃の体剣がついていて、替えの手があります。付属の電池、2段目には台座がついていますね。エンドゲームのかっこいい台座、もうかっこよすぎて早く触りたい。じゃあね、ブリスターから取り出してゆっくり見ていきましょう。まずは造形を見ていきましょう。でかい。全体はこのような感じですね。お顔はどうでしょうか。サノスといえば俳優ジョシュ・ブローリンですけれども、もう劇中そのままですよね。特徴的なこの顎のシワなんかもいい感じ、唇もちょっと角度がついているんですね。顔にうっすらあるこの線も細かく作られています。いや、こめかみの部分だったり、もう造形素晴らしいですね。文句のつけようがありません。体にまとっている鎧は本物の金属のような光沢感がありますね。もちろんプラスチックですけれども、こういう細かい傷ね、歴戦の傷がもうところどころに入っています。お腹周りの造形も細かいです。腕も太くたくましい腕、そしてアーマー、こちらは取り外しが可能です。マグネット
ットでついてますので簡単にくっついてくれます。これ嬉しい。そして腕の輪っか、これもね取り外しが可能です。血管の浮き出具合とかいいですね、このラインも。背中はこんな感じ。首の後ろも抜かりなく作られています。ちなみにこの部分は前も後ろも軟質素材ですね、ゴムのような素材です。足の稼働の際は横に逃げてくれます。続いて足回り、インナーに履いている素材は布製ですので結構曲げ伸ばししても大丈夫かな。足につけているアーマーも左右に違う汚し傷がついていて素晴らしいですね。足の裏はこんな感じ。もうこのまま素立ちで立たせてるだけで十分かっこいいです。続いて可動いきましょう。頭は左右よく回ります。前後は前はほとんど動かないかな、首が太くて顎がでかいんでね。上はよく向けます。上半身に可動ありませんが腰可動はあります。クリック可動がこのように左右にあります。前後もこのようにクリックがあります。腕を上げるとクリック式でここまで上がります。アーマーを外してもこんな感じですね。前後は若干あるかな。上腕にロールはなくて肘を曲げるとここまでですね。あまり長時間曲げ続けないようにと説明書には書いてありました。手首はボールジョイントですのでグリグリ動きます。続いて下半身、足を真横に上げるとクリックでここまで上がります。太ももの上でロールがあって前に足を出すとクリックでここまで行きますね。後ろはあんまり行かないですね。膝を曲げるとここまで。ここの軟質素材が歪んだりして破損するかもしれないのであまり膝は動かしたくないかな。足首は上下よく動きます。つま先もこんな風に若干動きますね。左右にもこんな風に触れるので接地性はだいぶいいんじゃないでしょうか。ただ上体がこのように大きくて重い割には下半身の関節がちょっと柔らかめかな。すぐ足が開いちゃったり回っちゃったり足首が動いちゃったりするんで台座がないとそのまま立たせておくのは怖いかな。可動はこんな感じ。今度は付属品を見ていきましょう。まずは鎧を着ているサノスといえばこのヘルメットですよね。どうでしょうか、この造形、そして汚し塗装など細かく作り込まれてます。中身はこんな感じで要所要所このねスポンジのような素材で覆われていてヘッドパーツを守っています。かぶせてみるといいですね。まさにみんなが待ち望んでいたサノスがここにあります。続いて交換用のヘッドパーツ、食いしばり顔。すごい、この眉間のシワ、目力も半端ないですよね。でこの歯並びも、これは本当に細かい。この歯の付け根がね若干くすんでるところがまた細かいですよ。本当にリアルですね。
首の付け根はボールジョイントですので、このまま上からはめ込むとこんな感じ。力強く体剣を振り回しているのか、それとも敵の攻撃を受け止めているのか、はたまた戦況が思わしくないのかと、いろんなシーンを演出できる交換パーツですね。こちらのヘッドにヘルメットをかぶせるとこんな感じ。アベンジャーズの映画の中で最も重要なアイテムであるこのインフィニティガントレット、こちらも可動をしっかりと揃えて付属しています。こんな風に回りますね。造形はどうでしょうか。クリアパーツで各インフィニティストーンが埋め込まれてますね。こちらの模様だったり、はい、細かいし塗装が美しい。こちらのパーツを外して、はい、この中に電池を入れることができます。そしてオンにすると、はい、このように光っています。部屋を少し暗くしました。クリアパーツが綺麗ですね。こちらは握ったままの形の拳となっています。これを付け替えることができます。このまま光らせたままいっちゃおうかな。はい、こちらは開いた手ですね。この手は各軸のところで可動があります。なので若干の表情付けができますね。この指の付け根に回転軸がないので、残念ながら指パッチンは惜しくもできないかな。もうちょっとなんだけどね、これもうちょっと人差し指がこっちに行ってくれるといいんだけどこれが限界かな。実際に取り付ける際はこの左腕のみです。この前腕で外れるので、ちょっ腕を外してからこのガントレットをくっつけます。こんな感じになります。かっこいいですね。ただ僕が以前に紹介したフィギュアーツのサノスの時も言ったんですが、僕がこれつけてほしいとしたら、インフィニティストーンが全部揃ってないガントレットが欲しかったかな。エンドゲームでこの揃ったガントレットは出てこないので、そこら辺ちょっと残念。片方だけでもそうやって揃ってない状態のガントレットにしてくれたら、インフィニティウォー冒頭のサノスを再現できたんですけどね。続いてサノスの主力武器といえばこの体剣です。いや、造形素晴らしいです。持ち手はこのようになっていたんですね勉強になるなぁ。こんな風に細かい模様だったりつけられていますね。刃の部分のこういった塗装ですかね。いやー素晴らしい。大きくて丈夫で軽いといった感じでしょうか。拳を剣の持ち手用に変えて持たせてみると、これはもうね、完成完璧ですね。ハンドパーツは他にこのように力の抜けた開き手と力の入った開き手、この3種類が左右1セットずつ入っています。付属品はこんな感じ。最後は付属の台座もご紹介しましょう。大きくアベンジャーズの A のマークが入ったこちら、大きいですよ。正面にはサノス、アベンジャーズ、エンドゲームのロゴと、後ろはこんな感じ、裏はこんな感じですね。
支柱をこちらに取り付けて台座に立たせてみるとこんな感じ。結構下半身が緩いのでこの台座は必須かな。というわけで今回ご紹介しましたこちら、ホットトイズムービーバスターピースアベンジャーズエンドゲームサノス、いかがでしたでしょうか。いやー、もう買って正解でしたね。こんなに完璧なサノスを家に置けるってのは本当に幸せです。顔の造形、鎧の造形、そして剣の造形など本当にすごい。もう実物をね、小さくして部屋に置いておけるっていう感じです。可動範囲はあまり広くはないかなという印象ですけれども、まあサノス自体がもう威風堂々と立っているね、巣立ちが決まるキャラクターですから、ここはね問題ないと思います。こんな風にガントレットをつけてない左腕があるので、自分の好みに合わせて付け替えができるっていうのが嬉しかったです。あとはこの後ホットトイズでもバトルダメージ版のサノスが出るんですが、その時はね基本食いしばり顔なんですよね。その顔に傷があったり、もう一つの交換用のヘッドパーツも戦いが終わった後のようなうつろな表情、この2つだったので、僕はねこの威厳のある普通のノーマル顔が欲しかったので今回購入に踏み切りました。やはりこの堂々たる表情、そして風格のサノスを家に置いておきたかったっていうのが大きいですね。いやー、ホットトイズは本当にすごい。買ってよかった。あとはね、ハルクバスターに次ぐ大きさなので置く場所考えないとなーっていうところです。今回もサイの子もう最高でした。今回もご視聴どうもありがとうございました。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でも結構です。おいおい、どんだけサノス買うんだよとかね。めちゃくちゃかっこいいねとか、何でもいいので、ぜひお願いします。それから Twitter もホビーベース専用のチャンネルを開設しましたので、フォローどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。